まで、ダラスロー、ワクワクのベルが鳴る。はい、ニコ生チャンネルをご覧の皆様、はい、こんばんは、はい、マリア PSPP です、はい、そして梅須です。はい、マリアさん元気ないですね、どうしたんですか。え、なんでなんで元気だよ。おごそかな感じになってます。え、おごそかって何、はい、おごそかってなんすか。え、おごそか、なんかこうおしとやかみたいな。おしとやか、マジで、はい、そっちの方がいいじゃん、はい、おしとやかの方がね。はい、テロップ出た、ほんとや。お、ほんとだ。お、すげえすげー、いやすごい。おピンク様、ピンクさん、おピンク様すごいな。ピンクさん抱いてって言いたくなるよね。今日ジャケット着てるし、ね、ピンクさんちょっとね、うん、はいはい。てなわけでですね、閉店後の店内から朝までダラダラとパチスロを実践する当番組、はい、今回取り扱いますのはパチスロマクロスフロンティア2イエイボーナスライブバージョン、はい、はい、こちらですね。これです。こちらあとパチスロベヨネッタとなっております。はい、閉店後そのままの状態で実践し大移動はできないルールですので、最初の大選びが超重要となってきます。はい、大履歴から AT、ART 残りを狙うのか、はい、高設定っぽい大を、ね、探して打つのか、はい、今回ドラマどんなドラマが待ってるんでしょうかということで、はい、なんとね、マクロスフロンティア2が、はい、これ ART 中の大、そうですね、を、はい、打とうかなと思っております。はい、100ゲーム、100ゲームバーン、100ゲームバーンってなった状態の台をね、そうですね、いただこうかなと。前任者の恨みをちょっと晴らそうかと。そうですね、はい、思ってるんですけども、はい、まあ、多分後で出てくると思います。はい、まあ角台なんですけれどもね、はい、でベヨネッタの方が1台しかないので、うん、そちらの台を出せていただきたいと思います。はい、はい、じゃあいいよ、店舗参照会やる。はい、やります。うん、なお今回お邪魔しているのは、ベルシティ雑色店さんです。東京都大田区、京急、うん、雑色駅から徒歩1分、うん、パチンコ228台、パチスロ、103台の店舗で出玉移動や共有が自由。10月5日にはパチスロマクロスフロンティア2ボーナスライブバージョンと、アスラズラーズとベヨネッタなどが導入されました。うん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。うん、せーの、スロット打つならベルシティ、あ、そっち、はい、そっちやりたかった。あ、はい、まあ、2位辛い機種とかありますからね。マリア画面で放置って。わかりやすいより、はい、お、アイくん、これが弱チェですね。お、そのまんまトライアングルモードいった。これが全長ステージ、いや、もう入ってる。なんだこれ。あちょっと混乱した。これは ART の全長ステージ。全長ステージです。え、マジで、もう確定です。俺マジかよ。え、引き戻しって言われてるよ。引き戻しの可能性もあると思います。なんだこれって使われてる。あ、それか。あー、よかった、引き戻しかな。引き継いでるよね。まあまあ、早いゲーム数での、うん、ART 当たった場合は引き継ぎます。うん、なんかガチっぽいような気もします。ガチ、うん、だったらめちゃくちゃドキドキしない。あ、でもここで、うん、突入させなくても今緑から赤に変わったんですよ。もしかしたらいい抽選を受けられるのかもしれないですね。なんか引いたじゃん。ああそうだよね、強制上だけオールチャンス。あなたさ、いつもすごいね。ボーナス、ボーナスかな。チェリー否定したらボーナス。ジャッチェ、お、なんか一匹になった。大沢翔さんが超時空ですか、これ。行っちゃいます。あー、リップ来ちゃった。いや、待って待って。あなた、ほんとすごいよ。なんなの、いつも。うわー、マジで。あなた、ほんと何、いつもパオンじゃねえよ、マジで。さーてと、引きやばいよ。よかった、よかった。簡単だね、これ。皆さん、こうやってあのホールでもね、出していただければね、いいと思います。あそこでコーチェリーとか引けばいいんすかね。わかりました、はい。わかりました。夜の梅最強とか。いや、毎回この子ね、引いてるから。
おう、おう、なんか200は行きたいな、なんか行くかな。お、やばいよ、おう、レア役や。お、いいじゃないですか、うん、これ弱です。中押しするとこの出目で弱なんですよ。まあここにね、スイカとかボーナスとかブランク止まんない限りは、うん、え、また引いた、ボーナスかな、あー引いてますわ、ねえ、これ弱スイカです。こんなレア役引けんよ。あ、100 おかしいでしょ。これでもう目標はクリアですね、この後の乗せ分で。ちょっとこの男ただものじゃない。さあ最後、おお、50、270、よかった。おかしい、よかったよかった。梅ちゃん、はい、ほんとあなた、はいはい、マジでこんなとこにいる人じゃないでしょいやラッキーラッキー、いやいいじゃないですか、ヤンデレ。フェイトで言ってもあれですよ。お、あ、またこういう演出あるんだ、はい、今回も、あの多分バジュラッシュ的なのの、うんうん、まさかそんな、さすがにポンポンとはね乗らないっすよ。これ多分スイカで、はい、上がったって感じ、上がったって感じですね、うん、すげえ高設定っぽい挙動じゃん。いや、わかんないっすそれが高設定挙動なのかわかんない。スイカ一発でさ、はい、そしてまたキャッチェリー、上乗せに設定さ置くかな、どうなんでしょうね。うん、お、分かった、これウメスが打ってるから簡単なんだよ、そういうことだね多分ね。残り300になっちゃったよこの台簡単なのかと勘違いしてしまう。確かに状態以降に設定差もある。ああ、まあ状態以降にはありそうっすね。人間設定じゃない、おかしいよ、なんだこれ、どうした。多分すげえいいとこに行ってベルとかでも乗せちゃう状態になってるんでしょうね。いや、マリア打ったらやばいやばい、あの駆け抜ける、上乗せ降格だね、うん、やっぱ弱水化で上げたんだ。え、そう、ダメなやつほど記憶に残る。ああ、それわかるのび太くんみたいな感じだ、うん、なるほど、なんか愛される、確かに、うん、通常時に戻るとしばらく後になりそうだね。そうですね、ラッキーだ、嵐近いって館長が言ってたから大丈夫。ほらバジュラッシュ行きたいな、バジュラッシュが見たいな。お、ああ、50かなんだよ50かよって、50御の字ですからね全然いいじゃないですか、あの基本20とかばっかりだったんですけど。ああ、なるほどね。通常で、あ、来た来た、はい、通常であるとボーナスと ART でした、中段チェリーねって言ってる方がいますね。なるほど、うん、え、なんかレインボーだよレインボーだってあ、強チェボーナス当たって、ボーナス当たってくんねえかな。あれ、なんかここでボーナス引くとなんかって言ってる人がいたよね。まあ、そのまんま行くってだけですね。はい、ボーナスどっちかな。はい、500、48ゲーム、あ、やばいここ頑張ったってなんだよ赤ビッグとビタ頑張んないで今普通の目押しを怠ったんですね、はい、ひどいな。こっちかそう、上のバーを押しちゃったんだな今。548、ひどいひどい、はい、なのだなのだ、あ、な、中なのだ、つたのに、はいはい、ね、虹色今日見せすぎだよね。はい、え、こういう台なんすかね。まあこういう、こういう台っちゃ台ですね。そもそも羽物も打つの。あ、打ちます。デビルマンクラブかな、あ、来た、懐かしいっすね。次も行け、よっしゃ、次行った、次も行け、くそ
まあ、2個まで言ってくれれば。ほい。あ、中断だからボーナスかな。止め火止まった。ちくしょう。でもこれ、あれでしょ、外れても。はい。これ、選べんのかな、そういえば。ピンクさん、これ、僕、毎度毎度選べなかったんですよ。え、あ、驚きの、あ、いや、あれ、あ、出ちゃった。これで当たっちゃったってこと。当たっちゃいましたね。当たっちゃった。選ぶ前で当たっちゃった。選ぶ前に。何ゲームだったかな。あ、チェリー降格だ。なんだこれ。おっと、チェリー降格ですわ。今ね、米火止まってるんでちょっとお待ちくださいね。はい、すいません、すいません。え、ここで引くとどうなんのよ。いや、本当にもうシェリル引けばやばいって言われてるよ。よし、ここでシェリル行けよ。うまい、天才じゃん。やあんたすげーな。さあ、楽しいよ。やばいね。さあ、超楽しいよ、これは。ちょっと。すごいね。ちょっと長軸以上に乗ってますけど。ちょっと。ねえ、営業中にやれってコメントがあるよ。で、まだ続く。で、これがありますからね、今。いや、これはデキン食らいますわって言われてるよ。 MS を怒られるだけあるわ。人間体感機でしょうね。よく絡んだね。うん、よかったですわ。天才。なんかうまくいってよかったなぐらいの。やべえな。え、攻略打ちやめえやってるよ。攻略打ちしてる。あー、終わっちゃったかな。あー、終わったな。チェリー降格終わっちゃった。まあ十分ですよ。あ、見てくださいよ、トライアングルバグラッシュ。すごいね。なんか全部見せれたんだよね、これで。あ、あのやばいね、クランボーナスがまだ引けてねえのか。ランボーナスは皆さん、ホールでね、自分で見てください。私もデータ書くの忙しいんだけど。ここでもチェリー効果絡んでたらすごいね。で、スイカ引くんかい。まあまあまあ、こんな感じですわ。はい、いいよ。何この人、怖い。特化ゾーンをほぼ見せてくスタイル。いや、これマジで、ウメスさん、メーカーさんから声かかる日も近いよと。いや、誰打ったって正直変わんないと思いますよ。いやいやいや、変わるよ。マスク動画沼で嫉妬してます。あー、終わっちゃったかな。あ、よかった、特立。おー、ケース、嘘、よかった。そうか、切れ目でなんかベルとか引けばいいんすね。いやいや、ウメスマジすげーって言われてるぞ。いや、これ私やれるかな。さすがにこれ以上はミス。いや、やれます、やれます。やれるかな。マスクの首待ったらしい。なるほどね。切れ目でベルかなんか引けばいいのね。トクリップ、ここか。あ、これで、あー、残念。あー、継続リプレイでもいけるんだ。全然、なんだ、普通に何でも継続するんじゃないのこれ。やばい、一生出ちゃうよ、一生。やばいやばい、ウメスだけ継続 100%、うん、私、三強の営業ですがっているいるいる。まさか仕事来たよ、ウメちゃん。
やばいなこれは。残りゲームがね、あー引いた、なんか引いた、おお、今日スイカで会ってくれと思ったけど、ただのスイカですわ。30、ちょっとこれ店が作るのガクガクしてるよ、動画作るの大変そうなんだけど、ガクガクしてるよこれ。さっきまで5ゲームだったものがちょっと上がったな、190ゲーム全然十分じゃん。でまだなんかそうチェリー工学でバッツバツ多分ポイント貯めたんですよね。これさ結構回した方がいいんじゃね梅ちゃん。いやこれはもうとんでもないですわちょっと凄さがよくわからないから北斗友で例えてって例えられるかな、例えられますかね。まあこうやってやれば満枚出んじゃないですか。あのさっき満枚どうのって言ってた方、うん、チェリー工学がすげえ大事なんだね。わいい発見ですね。チェリー工学を引けば、うん、なんとかなるっていうの分かったんですよ、うん、これで。おう、また引いた。梅ちゃん、梅ちゃん、なんと ART、うん、はい、ART100 ゲーム残ってる台を選びまして、うん、そこからね、あっさり何ゲームだったかな、投資1ゲーム分っていうか、そんなに10ゲームほどでシェリルボーナスを引きまして、まあそこから引き戻し残ってたりとかね、そんな中長軸引いたりとか、うん、いろいろあって、ついにはね、あのシェリルで、シェリル広角じゃないや、チェリー広角になってたりとかしてね、長軸以上に乗ったよね、うん、あもう引くぐらい引くぐらい乗ってですね、引くぐらい390乗ったら、そうですね、なんか611みたいな、うん、あの前世紀はもうなんかこの辺りもう事故ってたよね、事故ってましたね、ほんと展開が、はい、で今は残り532ゲーム、うん、というところで終わりたいと思います。はい、